さあやっていきましょう、ポケカ開封味を占めました。いや、味を占めましたね、もう何もね、もともとポケカ裏で買っててみたいなで、何レギュレーション F、 そう F でちょっと何しばらくちょっと買えないタイミングとかがあって、そう触れないタイミングとかがあって、またインフィアのやつで復活しましたみたいな、そんな感じなんですけど、前回最後、動画の最後にちょっとチラ見してたソーブレイズ EX のねデッキをね、ちょっと今そうタイミング的にパックがね、そう再来週ぐらいに出ますみたいな、今11月の24とか、そう4日曜日4なんですけど、そう先パック開けた後デッキ開けるのどうなんみたいな、そなんなら編集のタイミング次第ではそっちが先に上がってる可能性も全然あるんですけど、ちょっとねソーブレイズ EX のデッキ開けていいですか。今日ね、そうあれなんですよ、ちゃんとねマイクが僕の方向いてると思います向いてると思いますというかね、今日触ってないんで、触ってないままちゃんとこっち向きになるようにマイク配置してね、そう前回マイク、そう何この収録のレイアウト、実写の動画全然撮ることなくて、なんか配置どうしよっかなみたいな、そうちょっといろいろごちゃごちゃして、で完璧の配置見っけみたいな感じでね、ちょっとウキウキして収録したんですけどね、マイクが裏表逆でそれに気づかずに最初から最後までね収録して、でそうこれ今マイクつないでるんですけど、音声のチェックとかするときね、ちょっとマイク、そうヘッドセットとして認識されてるので一旦外してiPhone のスピーカーから聞くんですけど、気づけずに裏表逆やみたいな、僕の声なんか遠くで喋ってるなみたいな、そうちょっとマイク遠いなみたいな、そんな感じ でなんかこのパッケージ、そうパッケージとか触ったときとか、カード自体を触った時のね音とかがね、そう僕の声より綺麗に撮れててポケカ開封 ASMR みたいなそんな感じになってたんですけど、今日はねちゃんとマイク僕の方に向いてるので大丈夫だと思うのでよろしくお願いします。ちょっと何が大丈夫かはねちょっと分かんないんですけど、ちょっとやっていきましょうか。そうで今日はちょっと引き続きスターターセットテラスタイプステラソーブレイズ EX 開けていきたいんですけど、これあれなんですね、そのテラスタルの、いやこのピントを合わせるのみんなうまいよねなんですけど、多分ねなんかこの辺とかになんか出してるような予感はするんですけど、テラスタルのポケモンだとベンチにいるときに技を受けないみたいな、多分ねそういうのが共通かどうかをね見たかったんですけど、ベンチにいる場合技のダメージを受けない共通みたいなのでね、今までニンフィア EX しか持ってなかったから、特別なんかなどうなんかなとかねちょっと分かってなかったんですけど、多分これ共通テキストっぽいので、みんな多分ベンチいるとき安全ですみたいな、そんな感じのねテラスタルのポケモンがねちょっとメインのデッキ今日開けていきたいんですけど、内容をねよく知らない相変わらずみたいな、そんな感じなんですけど、でもねあれなんですよ、前回ニンフィアのデッキ上げたんで、そう共通のやつは多分わかると思うんですけど、ちょっと待ってパーフェクトミキサーわかんないぞもう右上のやつ多分あれですよね、1枚ってことはこの枠だと思うんですよ、っていうかそこに書いてるねこの辺ですか、これパーフェクトミキサーちょっとぼんやり見えるぐらいの感じなんですけど、まあ、エーススペックのカードが今までね、そう僕EX のポケモンも、エーススペックのポケモンも1枚ずつしかね、ちょっと手元にないんで、違うやつがね、来たぜみたいな、そんな感じでウキウキしつつ、あとは、まあ、ポケモンは、ロコン、キューコン、ホウオウ、オドリドリ、カルバオ、ホウオウはあれかな、なんかニンフィアのデッキのサンダー枠みたいな感じで、多分種ポケモンで、ソーブレイズと多分組み合わせるとちょっと強いぞのポケモンだと思うんですけど、エネルギーが炎、鋼、あと超タイプみたいな、そんな感じみたいなので、鋼と、まあ、炎とかは炎ですよね、鋼が、あ、シンボラーが鋼っぽいレジスチールが鋼だよな、ということはシンボラーは超タイプだぞみたいな、
そんな感じなのと、あと夜の族知ってますよ。なんかね、そう、対戦動画でよく見ますよね。というのと、あとは、テラスタローブが2枚収録とかは多分ね、共通っぽくて。で、みんな安心ハイパーボール4枚入ってんのと、あとは、まあ、右側はあれかほとんど共通っぽいかな。赤松なんじゃもうね、もう、博士を研究ボスの指令。あ、一緒ですね。っていう感じなので、基本的には、あの、エーススペックのカードと、あとは、ポケモンが違うぞ、みたいな。それ以外は、結構なんか多分、一緒の収録してて、結構あの、ね、そう、前回、ニンフィアのデッキ開けた時に、事故りにくい感じで、ちょっといっぱいサポート入れてくれてるんだな、みたいな。なんかそんな感じだったので、おそらく、同じような構成になってると思うんですけど、スターターセットテラスタイプ、ステラ、開けていきましょうか。さて、それでは、スターターセット、テラスタイプ、ステラ、ソーブレイズ EX、開けていきましょうか。多分ね、中の構成とかは、前回のあの、ニンフィアの時と、まあ、ほぼ一緒だぞ、みたいな、そんな感じだと思うんですけど、こんな感じみたい。こんな感じみたいです。で、コインあるね。あ、違うんだ。これ、練習やのにさ、触れないってなった。パッケージされてる中で、メダルあるね。まずは、そのポケモンコインから先見んのみたいな。そういうところあるんですけど、これ向き合ってる。ちょっと待って。こうなんですね。なんかこの頭に、テラスタルの、なんか被ってますよと。で、これ多分あれなんですよね。そのよく知らなかったんですけど、多分ね、なんかそういう特別なテラスタルのポケモンっぽくて、もともと、なんていうんですか、今までテラスタルのポケモンが、そうフォレトスとか、そのなんか他のテラスタルのポケモンどんなんいたっけみたいな、そのリザードンとかね、炎タイプのエネルギーで、アクタイプの技を打てるぞ、みたいなね、なんかそういうのがあって、で、なんか、ニンフィア3色やねんけど、みたいな。なんかでも、ピカチュウとかそうだったよな、みたいな感じで、ちょっと調べてみた感じ。ですね。ステラ。そう、テラスタイプステラ。これに該当するポケモン EX は、なんか、いろんなエネルギーが必要な代わりに、強力な技を持ってるぜ、みたいな。なんかそんな感じらしいんですよね。これ多分ね、ポケモン本編で、テラパゴスが出た時に、ルール分かんないんだよな。それが結局どう違うのかね、ちょっとルール分かってないんですけど、なんかでもそのテラスタイプ的なんがね、ね、本編に登場しているで合ってますか。今あれなんですよね、さ、こういう開封する前に、ポケモン本編進めたいなと思ったんですけどさ、前回、なんか、この前、結構前のね、生放送で、雪山で迷子になって、雪山で迷子になって放送事故起こして、それっきり、撮れてないぜ、みたいな。そんな感じになっててね、実はね、そっから先の世界知らないんですけど、そう、なんか多分そういう追加コンテンツで追加されたぜ、みたいな。なんか、買ってあるんですよ。買ってあって、なんか何ロトムにね、電話かかってきて、なんか行けるらしいぜ、みたいな。本編まだ終わってないからさ、行っちゃダメよな、みたいな。そんな感じで、ちょっとね、待ての状態なんですけど、多分そういうステラ、なんか多分ね、そういう特別な、なんかそういうテラスタルのポケモンっぽくて、で、なんかいろんなタイプのエネルギーが必要な代わりに、強いぜみたいな、そう、強い技持ってるぜみたいな、そんな感じだと思うんですけど、ちょっとソーブレイズ見ていこう。まずソーブレイズ見ようぜ。で、こんな感じです。まあ、EX のポケモンね、引き続きちょっとこう、何、ホログラムじゃない、なんだっけ、このレリーフ加工、レリーフ加工がちょっとポケモンの部分にありつつ、この光の加減を利用してちょっとなんか掘ってるんだぜよね、ちょっと表現したいんですけど、まあ、そういう感じがあってキラキラしつつ、テキスト部分、この技とか書いてるところはちょっとラメっぽい感じだぞみたいな。そんな感じなんですけど、ソーブレイズ EX、1進化で HP270 で
あのテラスタルのポケモンなんで、まあ、引き続きベンチにいるとき技のダメージ受けないぞーなのと、あとは、技が、まあ、2つありますよと。炎1個で支援のホームラン。30ダメージプラス自分のトラッシュにある基本エネルギー、基本エネルギー指定なんや。ちょっと待ってよ。基本エネルギーの枚数かけ20ダメージ追加だぞと。ので、あれなんですよね。この知識ちょっと正しい知識なのかわかんないんですけど、あれですよね。ソープレイズのデッキってエネルギー30枚ぐらい入れたら強いんですよね。間違った知識なのかな。ちょっとね、なんかそういう動画見た気がするんですけど、まあそういうのがありますよと。で、あとは、下の技が、炎と超タイプと鋼、それぞれ3色のエネルギーをつけて使えるアメジストレイジ。威力280で、このポケモンについているエネルギーをすべてトラッシュする。だから、280あるということは、対になってるニーフィア EX の HP が270なので、ソーブレイズ EX のアメジストレイジ280やとちょうどというかちょっと余裕持って倒せるぜみたいな。なんかあれかな、 HP 増やすなんかポケモンの道具とかついてたりするとちょっとなんかその辺の調整が変わってくるんだろうなみたいな、そんな感じなんですけど、そういうエネルギーを全部トラッシュしちゃうけど強力な技を持っているぜみたいな、そんな感じみたいですね。で、まあ、280なんで、相手がソーブレイズ EX、 そう、ニンフィア EX に限らず他の一進化の EX ポケモンって270とか280なんでしょうか。何 V スターとかは280とかそんなんだったよなみたいな、ちょっとね思いつつみたいな、そんな感じなんですけど、まあ280なので結構倒せますよと。ただし、まあ、エネルギー全部トラッシュしちゃうんですけど、上の技深淵ホムラでトラッシュにあるエネルギーの分威力が上がるぞなので、まあ、最初のうちとかは、最初のうちは下の技打つんかな。ちょっとね、その辺がね、何どうなんだろうみたいな、どうなんだろうと思って、でそのニンフィアの時ね、これね、ちょっとよく見なかったんですよね。これよく見なかったんですけど、エネルギー1個ですぐ攻撃できる。で、まあ、1つつければ、トラッシュのエネルギー次第では威力高いので、まあ、エネルギー30枚ぐらい入れると強いぞと、あとは、アメジストレージ。このポケモンについているエネルギーを全てトラッシュする。強力な技って書いてるね。ので、でもあれなんですよね。このなんか2ページとか、2ページ目とかを見ると、なんかね、勝負を決めろ、アメジストレイジ、威力高いっていうか280の方で勝負を決めろって書いてるので、どうなんだろうね。という、さ、なんか入れた枚数によっては、っていうかあれか、1個で、何エネルギー1個で20威力が変わってくるので、13枚入れると威力260追加で、もともと30点なので290点ですよと。13枚って結構入ってるよな。さっき30枚って言ってたけど、13枚って結構エネルギーあるよね。まあでも、まあ、それが強いポケモンなので、多分あれか、そういうエネルギーいっぱい入れてて強いぜみたいな、なんかそういうサポートとか、あ、まあでも博士の研究いっぱい入れてもうじゃんじゃん回して、そう考えるとエネルギーたくさん入れるの強そうだね。本当に30枚って強いのかもしれない。みたいな、そんな感じのソーブレイズが、まあ、メインの数なんで2枚入ってますよと。で今回はねさ、ちょっと無事2個買ってあるので、4枚ゲットだぜといったところなんですけど、これあれなんですかね、何前回ニーフィアのカード見たときに、そう、EV とかのニンフィアのカードが来月出てくるパックに入ってるとかね、入ってないとかね、ちょっとあんま認識してなかったんですけど、もしかしてソーブレイズも入ってんのかな。まあちょっとね、その辺はまあ引いたら引いたでね、やったぜみたいな、そんな感じでね、ちょっとやっていきたいなと思うので、あとこっちのデッキを見たいなと行く前にですね、今回ちょっと
準備がいいのでちょっと膝の上にずっとねこのプレイマット広げたまま収録してたんですけど、あのソーブレイズのプレイマット、あの基本的に何配置とかはね、そあのルール決まってるんで、あのベンチの配置とか決まってるぜなんですけど、こんな感じでパッケージのソーブレイズと、待てよ、え、デザイン違うねんけどそんなことあんの気づいた。ニンフィアの時一緒やったよね。ニンフィアの時も絶妙にちょっと違うのか、なんかそういう調整があったんかなちょっとねその辺ふわふわしてるんですけど、こっちのなんかプレイマットの方のソーブレイズもかっこいいないいなみたいな、そんな感じなんですけど、ちょっとあのデッキの方も見ていきましょうか。さてそれではソーブレイズのデッキの方もね、ちょっと収録カードを見ていきたいんですけど、まずはその、ま、基本的な構成としてはあのニンフィアのデッキと、ま、同じ比率で入ってたよなみたいな、そんな感じだと思うんですけど、ソーブレイズ EX、 あのねちょっとエネルギー1個で、ま、トラッシュのエネルギーの数に応じてちょっと強力な技が打てるぞという深淵ホムラ、深淵ホムラと、あとは、ま、あの固定ダメージ280で、ま、固定ダメージが、ま、エネルギー3種類必要なんですけど打てるぞという強力なメジストレイジが使えますよとまああの下の技でどんどんエネルギーをトラッシュしていって、まあ後半になってくるともうあのトラッシュにエネルギー溜まってるので、もう上の技で何でも一撃で気絶させちゃうぜみたいな、多分ねそんな感じな予感がするので、どうなんでしょうね、なんかあの何後半に結構その追い上げ能力が高いので、なんかそのポケモンの道具とかでこの HP とかを増やしてあげるみたいな、なんかそういう風にすると強いのかななんかふとあのなんかそう後半強いんだったら、あのもう後半、まあ、後半強いとってでもあの開始でやられちゃうときついよなみたいな、なんかあのそんな感じの予感がするので、なんかあのねなんかまくっていった結果やられないようにHP 増やしてあげるみたいな、なんかポケモンの道具とかで増やせれば強いのかなとかちょっとふと思ったんですけど、まあ逃げるが2で、まあそういうソウブレイズが2枚まずは入ってますよとこれはねあの看板のポケモンが2枚入ってて、そうなんですよね、次にエーススペックのカードが来て、グッズパーフェクトミキサーで、まあね、エーススペックなので、前回のニンフィアの時と同じく、1枚しか入れられないぜというのをね、書いてるんですけどね、ここのピントちょっと合ってる気がするぞ。なんですが、デッキに1枚しか、エーススペックって書いてる。さ、このカードが1枚じゃなくて、エーススペックって書いてるカードが、まあ、共通でデッキに1枚選択となるので、まあ、プレシャスキャリーと、今パーフェクトミキサー持ってるので、まあ、どっちかしか、そう、どっちか1枚しか、まあ、デッキに入れられないぞという強力なカードみたいなんですけど、こっちは何ついてるんだろう自分の山札から好きなカードを5枚まで選び、トラッシュする。そして山札を切る。あー、なんか結構その昔のポケカの対戦とかでなんかそんな感じで、なんか3枚とかトラッシュして、でサポートとかをトラッシュした後なんか回収するみたいなのがね、ちょっと昔のポケカの対戦動画見た時になんかみんなそういう動きしてんなみたいななんかそういう感じのがあった気がするんですけど、パーフェクトミキサー5枚トラッシュできるので、そう、ソーブレイズ EX のね、上の技が、まあ、30プラス、まあ、トラッシュにあるエネルギーの枚数かけ20追加。なので、まあ、これで5枚トラッシュ、エネルギートラッシュすることで、いきなり技の威力100上がって、急に威力100上がってやられたみたいな、なんかそういう不意打ちができるみたいな、そんな感じなのか。あとは、まあ、シンプルにね、序盤から5枚一気に落とせると、もう早いうちから威力100常に高い状態で攻撃して、エネルギー1個なんで、もう早めに、もう130みたいな、ちょこちょこ、攻撃して、で、準備整えつつみたいなのもできんのか。
ので、パーフェクトミキサー先に引くと、ね、もう基本的には新援ホームラでちょっと攻撃しつつ、あとはベンチのソーブレイズとかに炎超鋼のエネルギーとかをちょっと整えて、で固定で威力高い技を狙っていくみたいな、そういう戦い方とかちょっと選択式になりそうだね。なんか後半に使うと一気に技の威力上がるし、前半に使っておくと早めに少ないエネルギーダメージ与えられるしで、結構こっちの方が汎用性高いのか。まあでもトラッシュに何か特定のカードを送りたいみたいな、そういうデッキじゃないとちょっと出番がなかったりするので、まあ基本的にはこっちのニンフィア EX のプレシャスキャリーに関しては、まあポケモンを5体いきなりね、ちょっとベンチに出せるみたいな、そう、最大5体、あ、なんか何フィールドじゃないな、なんだっけスタジアムがあると8とかまで増えるぞみたいなのをね、ちょっと対戦動画で見たんで、なんかそういう感じでちょっとたくさんポケモン呼べるプレシャスキャリーの方が、まあ、どんなデッキにも入りやすいぞみたいな、そんな感じなんですけど、こういうソーブレイズのデッキとかだとトラッシュの枚数とかが結構重要になってくるから、パーフェクトミキサー強いぞみたいな、でかつ序盤に使っても後半に使っても強いぞみたいな、ちょっと汎用性で言うとプレシャスキャリーの方が高いけど、なんかこの特化したデッキに入れる場合は結構使うタイミング選ばず強いぞみたいな、そんな感じなのか。というかあれか、なんならあれなんですよね、なんか別にそういうソーブレイズの技がというよりかは、ほんとなんか試合の後半とかで山札のあのカードとか、そう、あのカード、そう、ボスの指令とかを山札にずっと残しときたいなとか、なんかそういう風になった時に、じゃない5枚とかをちょっとトラッシュして、相手に何ジャム打たれても、引きやすくするみたいな、なんかそういう調整とかもできそうなんで、結構これなんか、汎用性高そう。意外となんかいろんなデッキに入りそうな、なんかそんな感じの、エーススペックの、パーフェクトミキサー、入ってますね。で、まあ、ここから多分、ポケモンが、ロコンが、チラッと見えてるんですけど、ここから先はあれですね、まあ、最初に、EX の、このね、ちょっとパッケージのね、ソーブレイズのキラーのカードと、あとはパーフェクトミキサー、まあ、キラーのカードが入ってますよと。で、あとは、まあ、ポケモンが入ってて、で、ボールとか、グッズが先に来て、サポートがあって、で、エネルギーが入ってますよと、そんな感じみたいなので、ちょっと、今度はポケモン見ていきましょうか。さて、それでは、こっからはね、多分、ニンフィアのデッキもそうだったんですけど、ね、ちょっとパッケージの、そう、主役のソーブレイズ EX をサポートしてくれるポケモンが入ってるのかな？どうなんだろうね。ま、なんか、あると思います。なんかね、そう、最初にでも確かに、マリロリが来て、で、マリロリが、まあ、一進化枠で入ってて、テラスタルのポケモンがいるとき、強いぜ、みたいな。シンプルに、ソーブレイズだけじゃなくて、マリロリも強いぜ、みたいな、そんな感じなので、もしかしたら、キューコンめっちゃ強いのか。なんか、そんな予感がしてきた。ので、ちょっとね、もうキューコンみんなワクワクしてるところではあるんですけど、ちょっと見ていきましょう。ロコン。種ポケモン。で、まあ、HP が70。で、技が、炎1個で打てる突進、威力30。で、このポケモンにも10ダメージ。あ、確かにでも、あれですね、なんかその、基本的な、その、種ポケモンって結構、なんていうんですか、いや、合ってんのかな？なんかね、その、前回、マリロリとマリルの並び見て、で、マリルは HP60。で、エネルギー1個で、威力20。で、まあ、なんかポケポケと同じような基準の技だな、みたいな。そんな感じに思ったんですけど、このロコンもそうなのかな？まあ、確かにでも、人影が、ポケポケの人影って60やっけ？ 70 やっけ？なんか60やったような気もする。なんですけど、HP70 で、まあ、エネルギー1個でちょっと威力高い技打てるけども、デメリット、ダメージ受けちゃうぞっていうデメリットがついてるぞみたいな、多分ね、いやどうなんでしょう？なんか炎タイプの種ポケモンって結構そういう、
なんかあの技の威力とかが高かったりするけど、なんかあのエネルギー1個トラッシュするみたいな、なんかあのね人影とか結構そういうイメージあるんですけど、エネルギートラッシュしちゃう代わりに威力高い技がちょっとね、もう進化前からちょっとまあ、10点なんてね使うかなみたいな、なんかそんなところはあるんですけど、ロコンいますねこれあれかな、なんか草むらみたいな、ちょっと秋のシーズンかな、これちょっとなんかちょっとね、何背景というかね、その草むらの葉っぱがちょっとね、枯れつつみたいな、ちょっとこれから寒くなっていく季節だぞみたいな、そんな感じでちょっとね冬を越す準備をしてるのかなみたいなちょっとそういう背景がね、なんかある、まああるんだろうなという、あの最近ちょっとね寒くなってきて僕も若干そういうの共感するなみたいな、その寒いよね、これから寒くなるよねみたいな、そんな感じなんですけど、ちょっと準備してるロコンがいて、まあエネルギー1個、逃げるはエネルギー1個で逃げれますよと。でロコンが何枚入ってるかな、3枚、あ2枚入ってますね、2枚入ってますねと、あとは進化先のキューコンが入ってて、まあ、ロコンから1進化で HP120 で、技がエネルギー1個で炎エネルギー1個で打てる炎の御霊、相手のベンチポケモン1匹にも30ダメージ。あーなるほど、だからエネルギー1個で、もともとそもそも50ダメージ出ますよと。50ダメージ出つつ、相手のベンチポケモンにも30乗せれるので、ソーブレイズの、ま、下の技とかが280なので、まあ、この280と合わせて50ダメージ狙えると330までダメージが出るので、ね、二進化の EX ポケモンとかって HP 330なのかな、なんかリザードン EX とか確かそれぐらいだっけみたいな合ってるかな、なんかちょっとね、レギュレーション F からのね、ちょっと復帰税みたいな、そういうところなんでね、ちょっと間違った情報だったらすみませんみたいな、そんな感じなんですけど、まあ、多分二進化の EX ポケモンとかを、まあ、ソーブレイズの技で倒しきれなくても、まあ、キューコンで50ダメージ与えたい、あとは、まあ、ちょっとベンチに下がっちゃったポケモン、280食らってても、あと30乗せれば気絶させてサイド取れるぞ、みたいな場面、310とかのポケモンとかも多分いたりするのかな、みたいな。そんな感じだと思うんですけど、エネルギー1個で50乗せつつ、30ダメージばらまけるぜ、なので、ちょっと待てよ。EX のポケモン、テラスタルの EX ポケモンってベンチいるときダメージ受けないんだよねっていうのをね、ちょっとソーブレイズとニンフィア両方開けて、ちょっとね、そういう共通があるんだなーみたいなのをね、ちょっと認識したところなんで、まぁ、ちょっとね、じゃないあれか、ベンチにいる、なんかそういうね、システムポケモンとか、何他のポケモンをサポートする特性が強いポケモンとかを狙っていったりみたいな、なんかそういうのもしたりとか、あとは、準備中、そう、進化前の、EX の進化元の種ポケモンとかに、ちょっと30ダメージ乗っとくと、どうする？次、280と合わせて310やぞ、みたいな。なんか多分そういう圧力とかをね、かけれたりとか、多分そんな感じに、ちょっとね、使うと強いのかな、みたいな。そういう感じで多分ソーブレイズをサポートしてくれる予感がしますね。という、キューコンが、まあ、2枚入ってますよと。で、鳳凰がいるのですけど、ここはあれでね、多分サンダー枠かな合ってるかな、まあ、なんかね、種ポケモンの、まあ、ちょっと HP そこそこあるぞ、みたいな、そういう枠があるみたいなんですけど、さて、引き続き、ちょっと他のポケモンも、どんどん見ていきたいんですけど、鳳凰、いや、なんか伝説枠みたいなのが、デッキあんのかな？なんか他のデッキもちょっとここの枠何が入ってんだろうみたいな。まあ、ちょっとあれか。今回、ニンフィア EX とかソーブレイズ EX のデッキやと、そういう伝説枠が入ってました、なんですけど、他のデッキってどうなってんだろうね。ちょっと気になるんですけど、鳳凰が種ポケモン、まあ、進化とかするわけじゃないので、まあ、種ポケモンでいきなり出せて、で、HP130 持ってますよと。で、技が、炎1個と無色1個で打てる羽ばたくが威力50点で、下の技が炎2個と無色1個で打てるシャインブレイズ、威力がベースの威力が100あってプラスって書いてるので、まあ、なんか効果があると思うんですけど、自分のベンチにテラスタルのポケモンがいるなら、あ100ダメージ追加やから、まあソーブレイズとか
ちょっとあのね、そうベンチちょっとやられそうになって下がった時とか、あとはちょっとまだあの序盤なんでちょっとソーブレイズの準備整ってないなっていう時に、まあ鳳凰のねちょっと下の技を打つと、あのちょっと強いぞみたいなあとはどうなんだろうね、200まで出せるとなんかちょっと狙える範囲変わってくるのかみたいなね。ソブレイズがあの EX のポケモンなので気絶しちゃった時に再度2枚取られちゃうんですけど、まあそういうね、あのルールを持たないポケモン、鳳凰とかはまあルール持たないので、あのねちょっとそういう心配なくちょっとね再度1枚なので、ソブレイズで2枚で、まあソブレイズ2体やられて、まあ再度4枚取られて、あと1体ソーブレイズやられちゃったら負けだなみたいな時に、ちょっとあの鳳凰でちょっと再度、まあ、1枚でちょっと耐えつつみたいな、そういう戦い方とかできるのかなみたいな、そんな予感はしますね。という鳳凰が1枚入ってて、で踊り鳥こっちも入ってるニンフィアのデッキも踊り鳥が入ってて、これあれでね、なんかあの住んでる場所によってなんかタイプが違うみたいな、そんなんだったよね。なんかサンムーンの時なんかいろん、サンムーンやったっけ、ちょっと待ってよ、なんか混乱してきたなんかこの辺の登場のねやつがふわふわしてるんですけど、まあ踊り鳥が今度は炎の踊り鳥が入ってるんですけど、 HP90 で、あ、エネルギー1個でエネアシスト、これ多分一緒の技ですね。うん、一緒ですね。で、対応してるエネルギーが、まあ、こっちの踊り鳥は超タイプだけど、あの、こっちのエネルギーは炎だぞ、みたいな、そう、今、ソブレイズのデッキに入ってるのは炎だぞと。で、下の技が、威力30の技。で、このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。あー、なるほど。まあ、エネルギー1個で30ダメージ与えれるけど、まあ、デメリットついてますよと。で、ニンフィアの方に入ってた踊り鳥は、まあ、エネルギーちょっといるけど、追加効果で混乱にするみたいなのが入ってるので、まあ、この辺はね、あれだよね、なんか、ソーブレイズで倒しきれなかった時に、30点になると、世界変わるかなとか、あとは、炎エネルギー1個でエネアシスト。まあ、こっちが多分、よく使う方だと思うんですけど、ソーブレイズ、やられちゃった時に、ちょっと後ろのソーブレイズ準備できてないなみたいな感じで、ちょっとエネアシストしたり、あとはあれか、ソーブレイズがトラッシュにエネルギーあると強い技打てるぞなので、なんかソーブレイズじゃなくて、なんかね、鳳凰とかに、鳳凰とかにエネアシストして、で、威力200で攻撃してみたいな、どっちの方が強いんやろうね。なんかその、結局踊り鳥と鳳凰やられちゃったら2枚取られるから、やったらソーブレイズに準備するか、みたいな。ちょっとね、その辺はね、ちょっと何バカ図を踏んでくると結構その辺の判断が良くなってくるぜみたいな、そんな感じの予感がするんですけど、まあ、持ち直しできるエネアシストがある、エネアシストが使える踊り鳥が入ってますよと。で、こっからあれだね、進化元のカルボーが入ってるね。さて、ちょっと引き続き見ていきたいんですけど、来ましたね、カルボン。本体。こっちも本体だよね。進化ポケモン。ソーブレイズが、まあ、進化ポケモンなので、なぜ雪山で迷子になった君がソーブレイズが進化ポケモンだということを知っているんだよというのはね、さすがにちょっとね、時間が経ってくるとそういう情報も入ってくるよなみたいな、そういうところなんですけど、カルボいますね。種ポケモンで HP70 で、炎1個で撃てる鬼火があって、これはあれだね、威力20だけど特にデメリットはないぜと。で、逃げる1で、まあいざという時はエネルギー切って逃げたりもできるし、みたいな、そんな感じなんですけど、あれですね、なんかシンプルに、HP 高くて、で、ちょっと、ソーブレイズ出てくる前にやられにくいみたいな、60と70って結構変わってくんのかな。ちょっとなんかそういうなんか、こっちのカルボーの方が強いぜ、みたいな、なんかそういうのとかもしかしてあんのかな、みたいな。なんかニンフィアのデッキの時の EV とかは、まあ、HP 低い代わりに特性ちょっと強いぜみたいなさ、出したばっかりの番でも進化できちゃうんだぜみたいな、いきなりそう進化できちゃう、もう最強 EV みたいな、そんな感じと比べると、なんか別に特性ないけどなみたいな、そんな感じなんですけど、この、ね、HP70 ってもしかしてちょっと強いのかなんかこの特性ないぐらいの何
なんか差は埋まるぐらい強いのかなみたいな、ちょっとね、その辺はね、ふわふわしてるみたいな、そんなところなんですけど、HP70 のカルボーが、何かを見つめてるとふと思ったんですけど、結構走ってるね。これはあれか。ちょっとどっかお出かけしてるぜ、みたいな、そんな感じで、ちょっとね、多分これからどっか遊びに行く。ちゃうな、どっちかっていうと夕方ぐらいなんで、まあ、お家帰るみたいな、そんな感じでちょっと帰ってる途中のカルボーかなみたいな、そんな感じなんですけど、カルボーが3枚入ってますね。まあ、進化元なので、まあ、カルボーがいないと、まあ、始まらないですみたいな、そんな感じなんで、まあ、カルボー3枚と、あとはソーブレイズが2枚入ってるので、まあ、ね、ちょっとすぐ出てきて、まあ、ぼちぼち進化するぜみたいな、そんな感じだと思うんですけど、さあお次は、シンボラが、種ポケモンで HP110 で、上の技が、ダブルドロー、なんかちょっと強そう。なんか何カビゴンと同じような枠なのかなってちょっとふと思ったんですけど、この枠あれだよね、なんか超タイプ枠なので、ソーブレイズが基本的には炎なので、他のポケモンは炎タイプでちょっと統一されてるけど、多分こんな感じで違うタイプのポケモン、これがニンフィアに入ってたサンダーとマンタインなんですけど、ニンフィアが超タイプで技が打てるのに対して、雷と水タイプの技をつけると下の技も打てるぞーの枠で、でソーブレイズが炎エネルギーで技が打てるのに対して超タイプと、あとは鋼枠が入ってますね、なので、まあ、そういう別の色のポケモン枠でシンボラが入ってますよと。で上の技がダブルドロー、自分の山札を2枚引く、でどの色のエネルギーがついてても使えるぞという、意外とというか、高校とかでちょっとシンボラが前にいるとちょっと強そうみたいな。で下の技が、超無色無色で打てる念力、威力60で、コインを1回投げ、表なら相手のバトルポケモンを麻痺にするはちょっと強いね。麻痺ってポケモンチェックで治んないんだっけ、なんか逃げれなくなるんですよね。なんか眠りとか麻痺が逃げれなくて、で混乱とか毒はまあ逃げれるけどみたいな、なんですけど麻痺は強いぞみたいな、そう逃げれなくなるので、ただ念力で麻痺、まあダメージというよりかは麻痺がメインなのかなみたいな、そんな感じなんですけど、コインを1回投げ、表なら相手のバトルポケモンを麻痺にするぞと。なるほど。ちょっとね、ソーブレイズが準備が整うまでちょっとシンボラで戦ってねっていう感じで、結構あれですね、このニンフィアに入ってたマンタインとかはニンフィアの技でちょっと倒し損ねたポケモンを50でちょっと追撃するみたいな、なんかね、そんな感じの技やったんですけど、こっちはあれだね、まあ準備をしつつ時間稼ぎするみたいな、そんな感じなんだね。というシンボラが、まあ、1枚入ってるのと、あとは次のレジスチルも別タイプのポケモン枠で入ってて、鋼タイプで種ポケモン、レジスチル HP130 で、鋼無色で打てるレイジングハンマーが威力60で、このポケモンにダメ感が、このポケモンに乗ってるダメ感の数かけ10追加。なのでレジスチルがダメージを受けてると威力高いぜみたいな、最大120かな。なんかポケモンの道具とかでなんか HP50 とかもしかして上がったりしてたら最大170追加の230まで狙えるので、種の EX ポケモンとかやったらそれで倒せるぞみたいな、そんな感じなのかな。あとは1進化の EX って HP どれぐらいが基準なんだろうみたいなね、ちょっとその辺がね、ニンフィアとソーブレイズしか持ってないので、どっちも270なんで、ちょっと他のポケモンはね、ちょっと次のパックで見たい。みたいなところあるんですけど、まあ鋼で技が打てる枠でレジスチルが入ってて、あとはまたね、というか無色のポケモン、そう無色、そうどのエネルギーでも技が打てる方法入ってるね。さて引き続きちょっと残りのポケモンたちも見ていきたいんですけど、まずは方法が入ってて、方法2枚と夜のずくも2枚で、この夜のずくが強いんだねみたいなのをね、ちょっと動画で知ってますみたいな。そんな感じなんですけど、まずは方法種ポケモンで HP70
で、無色1個で打てるサンド好きが 10×コインを3回投げ、表の数かける10ダメージ。なので、まあ、コイン次第で30狙えるぞ、みたいな。ゼロの可能性もあるし、30の可能性もあるし、みたいな。ちょっとね、結構ダメージ幅が大きいぞ、みたいな。まあ、どっちかというと、あれだよね。もう進化先の夜の族が強いぞ、みたいな。そんな感じなんですけど、結構あれですね。なんかこっちのデッキのポケモンは、なんか夕方ぐらいみたいな。カルボーも、なんか夕方ぐらいだぜ、みたいな感じで、レジスチルは、なんか、大変なことになってない。夕方どころか、それどころじゃないみたいな。で、シンボラは昼なので、まあ、たまたまかな。なんかちょっとその辺はね、ふわふわしつつみたいな。そんな感じなんですけど、まあ、でも、本邦といえば夜だよね、みたいな。そんな感じなんで、これから、夜に向かってちょっと元気になりますみたいな。そんな感じの方法が2枚入ってるのと、あとは、夜の族ですよと。方法から進化できる1進化ポケモンで、HP が100。で、特性が宝石探し。なんかこれが強いんだぞ、みたいなのをね、ちょっとよく見るんですけど、自分の番にこのカードを手札から出して進化させたとき、自分の場にテラスタルのポケモンがいるなら、1回使える。自分の山札からトレーナーズを2枚まで選び、相手に見せて手札に加える。そして山札を切る。トレーナーズなので、まあ、ちょっとグッズでもサポートでも、何でも持ってこれるぜ、なので、あ、そっか。これであるか。この特性で、パーフェクトミキサー、グッズ、なんですけど、この右上がね、トレーナーズって書いてるんですけど、まあ、トレーナーズなら、夜の族のね、特性で持ってこれるので、ソーブレイズさえいれば、いきなりね、パーフェクトミキサー、夜の族の特性で持ってきて、で、ソーブレイズの技の威力100上がるぞ、みたいな。これ結構強そう。てか、まあ、僕でも知ってるぐらいなんで、これだいぶ強いんだろうな、みたいな。そんな感じの夜の族が入ってて、で、あとはあれですね、グッズ、この辺のすごい釣り竿とか、テラスタルオーブとか、まあ、ボールもグッズですし、あとは、サポートとか、まあ、この辺全部グッズなんで、まあ、トレーナーズなんで、まあ、こっから先のカードは全部何でも、もうボスの指令でも博士の研究でもなんじゃもでもみたいな、ネモでもなんじゃもでも赤松でもみたいな、何でも持ってこれるぜみたいなね、強いなこれ。なんかトレーナーズやんな、トレーナーズって書いてるよね、トレーナーズって書いてるから、本当に赤松とかちょっと何枚入れようかなみたいな、結構引けるカードではないので、結構タイミング見て今エネルギーいっぱいつけて一気に仕掛けるぜみたいな場面とかで使えると強いので、なんか急にね夜の族ポンって出てきて、え、なんかソーブレイズにこのターンエネルギー2枚ついたんですけどみたいな、赤松で1枚と、あとね自分でそうエネルギー巻いて貼れるので貼って、いきなり2枚ついて280食らってやられたみたいな、なんかそういうのとかね、結構いろんな場面で活躍しそうみたいなね、夜の族が2枚入ってますけど、この夜の族強いんだよね。であれなんですよね、パック見て夜の族入ってるの実はちょっとね知ってるみたいな、結構ねそう目玉カードみたいな感じでちょっとね扱われたんで、この夜の族が強いということは知っていつつ、でこっから先はトレーナーズグッズとサポートの順番で入ってるぞみたいな、そんな感じみたいですね。さて、確かこっから先はね、ニーフィアのデッキもソーブレイズのデッキも全く同じ、エネルギーの色以外は確か同じ構成だったぞみたいな。そんな感じなんですけど、後半とかでポケモンとかエネルギーとかが、まあ、結構やられちゃってトラッシュにいる状態からちょっと持ち直せないなみたいな、そう、もうソーブレイズ全部トラッシュしちゃってて、ちょっと戦えるポケモンがいないよみたいな、そういう場面でちょっと大活躍するすごい釣り竿が1枚入ってますよと、あとはテラスタルのポケモン何でも持ってこれますと、ニーフィアでもソーブレイズでも何でもみたいな、種ポケモンとか、そう、ネストボールが進化前のポケモン、種ポケモンなら何でも持ってこれますよと、でハイパーボールは、まあ、進化前でも進化先でも何でも持ってこれる代わりに手札をね
2枚トラッシュしないと使えないので、手札の枚数が少ないとちょっとハイパーボール使えなかったり、あとはこのポケモン欲しいけどソーブレイズトラッシュするのきついなみたいな結構ね、あの使うトラッシュしていいか悩みそうみたいな、そういうのがありつつなんですけど、テラスタルオーブに関してはテラスタルのポケモン限定ではあるんですけど、あの種ポケモンでも進化ポケモンでも特にね、ちょっとエネルギーっていうか手札をトラッシュしたりせずに、山札から持ってこれるぞというテラスタルオーブが2枚入ってますよとで、あとは、山札から進化前の種ポケモンを直接ベンチに出せるネストボールが2枚入ってるのと、あとはそう、あの進化前でも進化先でも手札は捨てる必要はあるんですけど、あのね、ちょっと好きなポケモン何でも持ってこれますという万能なハイパーボールが4枚入ってますねまこの辺はね、あのニンフィアのデッキともう同じね、ちょっとあの枚数配分だなみたいな、そんなところではあるんですけど、あとはここまでがポケモンをあのデッキから呼んでこれる、そう山札から連れてこれるカード、そうグッズだったんですけども、ポケギア 3.0 これはあれですね、あの山札の上から7枚見て、その中にあのサポートのカード、なんじゃもとかこの辺のあの、トレーナーとかのカードがね、そうこの言い方難しいんですけど、あの博士とか、あのね、ちょっとボス的だったり、あとはジムリーダーとかね、こういう感じのあのトレーナーのカードが、サポートのカードとしてあるんですけど、この辺のカードをめくった山札7枚の中にいれば持ってこれますとそんな感じのポケギアが2枚入ってますよと。で、あとは、どんな場面でも麻痺とかね、その眠りとかになっちゃうとポケモンエネルギー切っても逃げれなくなっちゃうんですけど、そういう場面でもポケモン入れ替えで入れ替えることができるだと。なんならね、逃げるためにはエネルギーをちょっとね、トラッシュしないと逃げれないんですけど、ポケモン入れ替えが使えればどんな場面、そう逃げるエネルギーが足りなくてもベンチのポケモンとバトル場のポケモンを入れ替えることもできるし、ね、ちょっと状態異常にかかってても、そう麻痺とか眠りでそもそも逃げるができないですっていう場面でも入れ替えることができるぞのポケモン入れ替えが2枚入ってますよとで、ここからがサポートですね。さて、こっちはね、グッズ以降に関してはニンフィアのデッキと同じ配分で入ってるので、トレーナーズサポートのカードがここから入ってますよと。で、まずは赤松入ってて、自分の山札からそれぞれ違うタイプのエネルギーを2枚まで選び相手に見せて、でどちらか1枚を手札に加え、残りのもう1枚、その2枚持ってきたもう1枚のエネルギーを自分のポケモンにつけることができますよと。で、カルボーのね、カルボーじゃないわ、ソープレイズの技を打つには炎エネルギーと、炎だけで打てる技もあるんですけど、超タイプのエネルギーと鋼タイプ3色のエネルギーをね、ちょっとつけるのが結構難しい代わり、威力が高かったり強力な技を持ってるぞっていう感じなんですけど、基本的には炎エネルギーをたくさん入れて、で必要な枚数超エネルギーと鋼エネルギーを入れるって感じになると、なかなかね、欲しいタイミングでちょっと鋼だけあるんだけどなーみたいな、超タイプのエネルギー持ってこれないなーみたいなそんな感じになっても、赤松が使えれば鋼と超タイプ両方山札から持ってきて、でかつ効果で1枚つけて、手札から毎ターン1枚エネルギーを貼れるので、もう片方をつけて、いきなりね、ちょっとエネルギー2色揃いつつ、あとは普段はね、炎エネルギーをじゃんじゃん引いてるので、もともと炎エネルギーがついてれば、それだけで3色 色が揃うので、強力な技が打てるぞみたいなそんな感じで、結構ね、たくさん入れるとその山札を引けるカードではないので、違うカード引きたいんだけど赤松しかないなみたいな今ポケモン早く連れてきたいんだけど、そう早く呼んできたいんだけど、ちょっと準備できないなみたいな感じになるので、結構ね、困ったりする場面もあるかもしれないので、ちょっと枚数はね、結構
慣れてこないとね、ちょっとこの挑戦難しそうみたいな、そんな感じであるんですけど、このデッキね、夜のずくが赤松呼んでこれたりみたいな、1枚しか入ってないけど、赤松好きなタイミングで呼んでこれるんですね、みたいな、そんな感じで呼べるので、なんか強そう。という赤松が1枚入ってるのと、あとは、なんじゃも。なんじゃもは、お互いのプレイヤーはそれぞれ自分の手札をすべて裏にして切り、山札の下に戻す。その後、それぞれ自分のサイドの残り枚数分山札を引くなので、まあ、それぞれの手札を、ちょっと一旦リセットみたいな感じで、ちょっと山札に戻しつつ、こっちが不利だと、相手の方がね、サイド取ってる枚数、そう、先行してる枚数が多かったりするので、まあ、こっちだけたくさん引きつつ、相手は、サイド取ったねって言って、枚数あんま引けないね、みたいな感じで結構困るぞ、みたいな。そんな感じのなんじゃもが2枚入ってますよと。で、ライバル枠としてネモが入ってるんですけども、まあ、自分の山札を3枚引く。この辺はあれですね、まあ、なんか基本的な、ライバルのカードって感じなんですけど、これもしかしてって思ったんですけど、そうなんですね。ネモのデザインちょっと違う。なんか、こっちはね、お庭で昼っぽい感じなんですけど、こっちはなんかちょっと、夕方にかけて、あ、ちょっと明るいね。今、何、部屋のね、ライトとかをちょっとね、変えてる、そう、前回と変えてるので、ちょっと若干夕焼けっぽく見えちゃったんですけど、ちょっとね、お昼ぐらいみたいな。ちょっと、空がバックに見えてて、ちょっと違う背景でのネモだぞ、みたいな。そんな感じのネモが、まあ、4枚入ってますよと。で、こっちはフトゥー博士が、まあ、4枚入ってて、まあ、博士の研究は、自分のね、手札を全部トラッシュする代わりに、一気に7枚引けちゃうっていうね、もう、本当に手札をごそっと入れ替えるのに、まあ、強いぞ、みたいな。そんな感じの博士なんですけど、ソーブレイズがね、ちょっとトラッシュにあるエネルギーの数分威力、技の威力が変わるので、シンプルに博士の研究いっぱい入れてたら、ソーブレイズ強そうなんだよね。なんかね、手札トラッシュするけど、エネルギートラッシュできるのをなんならプラスだよ、みたいな。なんかそんな感じで結構確かにね、博士の研究相性いいな、みたいな。そんな感じの博士の研究が、まあ、4枚入ってますよと。まあ、これはね、結構もうどんなデッキでもね、やっぱたくさん引けるので結構選択に上がるのかなみたいな。なんか上手い人はあんまなんか博士の研究入れなくて、なんかこのカードでなんかこのカードとこのカードを持ってくると別のカードに繋がってみたいな感じでね、なんかめっちゃ綺麗にデッキ組んだりみたいな。なんかね、そんな感じの人もね、なんか結構ね、大会のデッキとか見ると、あ、すげえ、みたいな、あ、そんな感じなんや、みたいな感じなんですけど、まあ、結構ね、そう、まあ、言うてでも、本当に結構運が絡むところであるんですけど、7枚一気に引けつつ、強いねと。で、かつ、このソーブレイズのデッキやとね、トラッシュのエネルギーが多いとそもそも強いので、もうデメリットがなんならメリットになりますみたいな、そんな感じの博士の研究が4枚。あとは、ボスの指令が2枚あって、これはね、結構、どんな場面というかね、どんな試合もね、結構終盤にボス使って決まる場面が多いみたいな、そんな感じなんですけど、相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。なので、ポケモンはね、エネルギー切って、逃げたりとかして、ちょっとHP が270に対して、200とか食らってて、ちょっとやられそうだな、みたいな。ちょっと、まずいから、ちょっとエネルギー切って逃げよう、みたいなしても、もうちょっとで倒せそうな、ね、ちょっと、ニンフィア、ちょっと前に出してきて、みたいな。そんな感じで、ちょっと無理やり相手のポケモンをね、ちょっとベンチから、呼び出して、で、ちょっと倒し損ねたポケモンを、まあ、気絶させて、まあ、それでサイド取って、まあ、結構試合が決まるみたいな。とか、あとは、何なんか、メインで戦うポケモンとは別で、ちょっと特性が強いから入ってますみたいなポケモンとかは結構 HP が低い、何 ?EX ポケモンとかだったりもするのかなみたいな。そんな感じなので、結構序盤そのポケモンがいたおかげでちょっと盤面準備するのをちょっとね助かったぞみたいな、そんな感じのポケモンも、まあ、HP 低いので終盤に呼んでこれると一気にそのポケモン倒して、まあ、サイド2枚取って勝ちですみたいな、なんかそういう場面とかでね、もう
どんなデッキにも結構入りそうみたいな。そんな感じのボスの指令が2枚と、あとは対応したエネルギーが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、まあ、炎エネルギー10枚、超エネルギー3枚、鋼エネルギー3枚の配分で入ってますよと、そんな感じみたいですね。さて、といった感じで今回はですね、前回に引き続き、ソーブレイズのデッキを見ていきましたが、そうだね、結構トラッシュにエネルギーがあると、技の威力高いぞはね、結構博士の研究みたいな、結構、今使っていいのかなみたいな、ちょっとね、手札をトラッシュしちゃうの、戸惑っちゃうようなカードも、結構デメリットがメリットに変わったりみたいな、そんな感じでね、なんか、割と、なんか、僕みたいな初心者、って言ったらなんですけど、復帰して、どんな感じで戦うと強いんだっけみたいな、ちょっとね、探り探りになると、ちょっとね、扱うのが難しいカードとかも結構あったりすると思うんですけど、結構ソーブレイズに関してはね、博士の研究で準備したり、あとは夜のずくとかでね、ちょっと好きなタイミングで赤松引いてきて準備したいみたいなね、そんな感じで結構ね、扱いやすそうだったな、みたいな、そんなところあるんですけど、まずは、ちょっとレギュレーション F 以来のね、ちょっと復帰というところでね、ちょっと今回ニンフィアのデッキに引き続いて、構築済みデッキ、開封をやっていきましたが、ちょっとね、これ、投稿間に合ってるかな。なんかもしかしたら、次のパック開封が先に上がってる可能性もね、若干、あるような、ないような、みたいな、そこはもうちょっと編集頑張ってください、みたいな。そんなとこあるんですけど、引き続き、ちょっとね、パック開封とかもね、ちょっと久しぶりに、ポケポケから、やってて、久しぶりに この手でパック開けたいなみたいな、そんな感じでね、ちょっとなっての復帰してみたいな、そんなところあったんですけど、また引き続きやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。今日ちゃんと音声取れてるかな。結構噛んでた。